腐敗した機民政治は必ず危険なポピュリズムをもたらすことが改めて示されました。急激なインフレなど経済の混乱が続く南米のアルゼンチンで19日大統領選挙の決選投票が行われ、中央銀行の廃止などその過激な主張からアルゼンチンのトランプ氏と言われている右派の下院議員ミレイ氏が勝利しました。 南米のアルゼンチンで19日任期満了に伴う4年に一度の大統領選挙の決選投票が行われました。アルゼンチンの選挙管理委員会によりますと、開票率99%時点での得票率は、右派の経済学者で下院議員のハビエル・マリー氏が55.6%、中道左派の与党の候補で経済省のセルヒオ・マッサ氏が44.3%で、ミレイ氏が勝利しました。ということで、まあ、アルゼンチンの大統領選挙で、 このハビエル・ミレイという危険な右翼政治家が当選してしまったわけなんですが、まあ、このミレイ氏の勝利の背景には、そのやはり欠かせない要素として、この,まあこの記事にもありましたけど、現在そのアルゼンチンはインフレがすごいことになっていて、それにより,そによりその経済苦境っていうのがあの極まっていて、それによりそのまあ現政権への不満が高まっているということに加えて、まあ、長年このアルゼンチンではそのまあ既得権益とかそういうそのまあ長年その政治をな,になってきた人たちがそのかなり腐敗した政治を行っていて、 今、その現職の副大統領が、まあ、汚職疑惑とかで、あの、捜査されて、確か有罪判決も出たっていうことがあって、まあ、そんな具合で、そのかなり、あの、腐敗した政治が流れに行われてきたっていうことが、まあ、このミレイ氏のような、そのかなり危険な、えポピュリズム的な主張をする右翼政治家の大統に、あの、大統に繋がってしまったというふうに言えると思います。で、まあ、まずこのインフレっていうこと、アルゼンチンでこのまずインフレがすごいことになってるって言いましたけど、まあ、この背景としては、あの、アメリカの FRB、まあ、中央銀行が、その金利を上げて、上げたっていうことによって、ドル高が進んで、この アルゼンチンの通貨であるペソの値の下がりっていうことがあの起こって、それによってまあインフレが上がったっていうのと、あとアルゼンチンではまあこの地球温暖化とかの影響もあると思うんですけど、その干ばつがあって、それによってそのトウモロコシの,そのまあトウモロコシをの輸入、輸出あのすることでアルゼンチンっていうのはかなり有名なんですけど、アルゼンチンの主要な輸出品であるそのトウモロコシの輸出量が大きくえ落ち込んだっていうこともこのインフレに貢献してしまったっていうふうに言われていて、さらにそのまあ世界的にそのウクライナの戦争とかそうしたことであのインフレがあの極まっている そうした状況もそのまあアルゼンチンに特有ということじゃなくて世界的にあるということもまあ加わってこのインフレとかあのかなりすごいことになっているということで年率140%にも上るようなそのインフレがアルゼンチンでは今起こっているということがあって、まあ、そうしたことに加えてあと貧困率もアルゼンチンでは40%を超えているということでかなり多くの国民がこのインフレの影響とかもあってあの苦しい生活を強いられているということで、まあ、そうしたことが、まあ、現政権だけの,その責任というわけではないと思うんですけどこのアルゼンチンの長年の,その政策とかそうしたものがあの積み重なって 合っていることっていいうことだととだ思いますのでとはいえ、そうしたことがあれば、日本では、まあ、岸田政権に関してもそうですけど、現政権に不満が向くものですから、まあ、そうしたあのことで不満があの高まっているっていうことと、あとさっき言ったような政治腐敗っていうのは、まあ、そうしたことがあの積み重なって、ミレイ氏の勝利っていうものが、まあ、実現してしまったっていうことだと思うんですが、今回その勝利したミレイっていう人がどういう人なのかっていうことをちょっと見ていきたいと思うんですが、まあ、この人はもともと経済学者だったと思うんですけど、まあ、それで今、確か国会議員としてあの数年前に当選したっていう人で、この人の言っていることっていうのは、 かなりまあ過激っていうか、もうその非,非現実的なので、これがどこまでちょっと実現できるかっていうのもかなり不透明なところもあると思うんですけど、まあ、どういうことを言っているかっていうと、まずそのアルゼンチンの中央銀行を廃止して、 えこの今、えー、さっきも言ったように、そのアルゼンチンではペソっていう通貨がその、えー、アルゼンチンの通貨なんですけど、まあ、それを全部あのペ,ペソっていうのを廃止して、そのドルを法定通貨にするということに加えて、さらに今あの、アルゼンチンでは省庁が18個あるんですけど、この18個の省庁のうち10個を廃止するってことで、この10個の廃止するって言っているその省庁の中には、えー、環境省、文部省、厚生労働省、教育省、えー、交通省とか、まあ、かなりその国民生活の密接に関わってくるようなその重要なその省庁っていうのを廃止するっていうことで、もこれは維新もびっくりっていうか、もう 維新と比べるのが維新に対して失礼なくらい小さな政府を極めるっていう、まあ、そういうような、もうかなりな維新とは比べものにならないくらい危険なことを言っているっていうことが言えると思うんですけど、まあ、それに加えて、まあ、その人権とかそういう観点から言っても、その中絶の禁止とか、あとまあ性教育っていうこと、あ学校での性教育とかそうしたものにも,もう反対しているっていう、まあ、そういうその右翼的な要素もかなり備えているっていう、そういう危険な政治家で、あとさらにそれに加えて、あの社会保障の削減っていうようなことも言っていて、今さっき言ったように、そのアルゼンチンでは経済的にその苦しい人がいるっていうことで、まあそう そうしたことが、その、ミリーシーの支持につながったっていうのはあると思うんですけど、絶対変化してくれんだったら誰もいいとか、そういう、なんか、投げやりなその気持ちで投票した人が、まあ、多いっていうのは言えると思っていて、だって、その、普通に冷静に考えたら、その、社会保障を削減するような変化をもたらす人だったら、言えたくないっていうふうに思うと思うんですけど、生活が苦しくなるようなリスクがある政治家であっても、何でもいいから変化が欲しいっていう、そ,そのくらい、そのこ、このアルゼンチンの、えー、国民の生活が切羽詰まっているってことが、ま言えると思うんですけど、まあ、そうした中で、その、閉塞感から、その全てをぶっ壊すという、 そうしたことをその打ち出している、このミレシっていうのが勝ってしまったっていうことがあると思うんですけど、まあこれはそのアルゼンチン特有のことだけではないっていうふうに思っていて、まあこれはそのトランプ、あのアメリカでのトランプ大統領が2016年に誕生してしまったっていう、この背景にもちょっと似ている部分があると思っていて、まあこの、えー、アメリカではここ数十年、その民主党って共和,共和党も両方その新自由主義路線で、そのナフタとか、 あと tpp とかそうしたアメリカ国民を苦しめるようなその売国的な経済政策っていうのをかなり行ってきたっていうのが長年続いていたっていうことがあってまあそうしたことへの不満がそのまあトランプっていうそのアウトサイダーというか 今まで政治経験がない、ない、まあ、そういう、その、今の、その政治をどうにかしてくれるんじゃないのかとか、まあ、そういう変化を生み出してくれるんじゃないのかっていう、そういう期待をした人たちが、まあ、多くトランプに投票して、まあ、そうしたことによって、まあ、この、さっき言ったように、その、新自由主義的な政策によって、その、ナフタとか、そうしたことによって、あの、一番、その、まあ、割り送ったというか、その、ダメージを食らった人たちっていうのは、やはり、その、ラストベルトって言われているような、そういうミシガンとか、ペンシルベニアとか、そうした産業地帯っていうのが、一番、この、民主党、共和党両方による、その、まあ、ウォール街、言いなりの新自由主義的な政 政策によってそうした中でそのミシガンとかペンシルベニアっていうのはスイング政党っていうふうに分類されるようなそうした州でそうした州で勝たないとやはり大統領選挙っていうのは勝てないっていうふうなことがあって、まあ、そうした中であのミシガンとかペンシルベニアっていう人は既得権益とかそうしたことに対する反発を強く持っている人たちが多い州ですから先ほど言ったようにそうした中でエスタブリッシュメント中のエスタブリッシュメントであるあの政治家であるそのヒラリー・クリントンっていう人が民主党の候補としてあってそれに対してあの富裕層であるとはいえ、まあ、政,治家政治経験もない まあアウトサイダーとしてあのメイクアメリカーグレートアゲンってそって政治を変えるっていうようなそうしたあのメッセージを強く打ち出していたトランプっていうまあそうした中でそのトランプに行った人っていうのが多かったっていうことからまあこのアルゼンチンの事例と似たようにその経済的な苦境からそのトランプの当選が導かれてしまったっていうのがあると思っていてそれはそのまあ今のアメリカの政治でも2024年の選挙に関してもやはりちょっと似たような状況があるっていうふうに思っていてまあ今はそのバイデン政権の支持率がかなり下がっているっていうのはイスラエルの戦イスラエルの戦争において、まあ イスラエルが今ガザの何の罪もない一般市民をその虐殺しているという状況があると思うんですけど、まあ、そうしたことに関しては、あの共和党支持層も民主党支持層も無動派層も全部の層でその今すぐに停戦して、これ以上罪のない市民を殺すなというような声がかなり多数派であるというような状況があるんですけど、まあ、そうした中でも民主党の一部の左派の議員を除いて停戦を求める声っていうのは、まあ、アメリカの政治の中ではほとんどないですから、これに関してもやはり民主党も共和党も両方とも、まあ、そのイスラエル系の,その腐敗しきったその差別的な団体が、 かなり影響力を行使しているっていう、そうしたアメリカの政治が腐っているっていうことの表れであるとも思っていて、まあそうした中でその、まあバイデンの政治、あの支持率も下がっていて、まあトランプがまたそのちょっと勝っちゃうんじゃないかっていうような、そうしたことがその世論調査の結果からも読み取れるっていうふうに思っているんですが、イスラエル情勢に関してもやはり民主党も共和党も両方腐っているっていうことで、まあトランプに関しても明らかにそのバイデンよりもかなりイスラエル寄りのスタンスを取っているので、こそのトランプになったからといって、罪のないパレスチナの人たちが殺されるっていう状況が変わるっていうことは全くないところからむしろ悪化するっていうふうに 思うんですが、何でもいいから変化してほしいというようなそうした気持ちが、まあ、トランプが勝っ,ちゃう勝っちゃうかもしれないというような、まあ、そうした状況につながっているというふうに思いますから、まあ、腐敗しきった金権政治っていうのはもう絶対にそのいい結果をもたらすことはないというようなことはこのアメリカの事例からも言えると思うんですけどこれはあのアメリカとかアルゼンチンとかじゃだけじゃなくて日本に関しても同じようなことが言えると思,言えると思っていて、まあ、日本に関しては今あるようなその社会に対して物申すというかそういうようなことをあまりその好ましく思わないような空気感っていうのはあのかなりありますから日本に関しては 日本人の,その国民性っていうものもあのそうしたところに表れているっていう,ふうに思うんですけど、社会に対してその石を投げるようなあのことをやる人を嫌うような空気っていうのは日本に今は根強くあるっていうふうに思っていますし、あとさらにまあ日本はその大統領制ではなくって議員内閣制ですから、大統領選挙とかがあるとその,その選挙結果によって全くその政治経験がない人とかが出てきて、ガラッと変わるとか、そうしたことがまあ起こりやすいあの選挙制度であると思うんですけど、まあ、日本だとその小選挙区制ということで、大統領制に加えるとそうしたことが起こりにくいっていうのは言えると思うんですが、まあ、そうした その今言ったような複数の要素があの積み重なって、そのトランプとかアルゼンチンの大統領選挙で勝利したミレー氏とか、そういうような人たちが内閣総理大臣の座を担うとか、そういうような状況っていうのは、ま、全くないですし、まあ、安倍にしても、まあ、ここ最近の首相を見ても、安倍にしても、菅にしても岸田、岸田にしても、まあ、今までの,その既得権益っていうようなところから全くずれていないっていうか、まあ、自民党っていう長年政治を担ってきた政党の中の主流派からはずれないような政治家がその今、担っていますから、そうした面ではその既得権益がなんかぶっ壊されるとか、そうしたような状況っていうのは、 まだ日本では起きていない,いないんだろうなっていうふうに思うんですけど、まあ、とはいえその、まあ、今の日本でも先ほども言ったようにその貧困率も高いですし、実質賃金も全くここ30年間その上がっていないっていう状況があって、かなりそのひどい状況であるっていうことは確かですし、まあ、今のその日本も政治に対する不信感っていうのは高まっているっていうことは言えると思,思っていて、まあ投票率の低下とかそうしたこと ところにもそういうものは現れているというふうに思,思うんですが、まあそうした中でその、まあ、トランプとかそのミレーとかそういうような人たちが大首相とかそうした座についていないっていうことは先ほど言いましたけど、まあそうした勢力が全くないっていうことではない,いうような、ようなことはまあ皆さんもわかると思うんですけど、まあというのも、例えばその賛成党ですとか NHK 党とかそうしたその全くその今までの政治には全くいなかったような勢力っていうのが、まあそういうその陰謀論とか、まあ、NHK をぶっ壊すとか、まあぶっ壊すっていうのはその既得権益をぶっ壊すとかそういう風潮をまあ表す言葉としてなんかよく現れているようなスローガンだって っていうう風に思うんですけど、まあ、それに加えて、まあ、この2つとか、あとトランプとかミレーとかそ、そうしたところよりはまだまともだと思うので、そうしたところとその、まあ、悪質性が同質であるっていう風には言うつもりはないんですけど、まあ、令和新選組とかも、ポピュリズムっていう点で言うと、まあ、そうしたところと共通する点もあるっていう風に思うので、まあ、そういう令和とか NHK 党とか賛成党とか、まあ、そうした勢力がその議席を獲得できているっていう状況は、まあ、このトランプ旋風とか、こ今回の,そのミレー氏の当選とか、そうした流れと無関係ではないっていう風に思うので、日本でさえまあそうしたことが起こっているっていうことが まあ,あると思うんですが、まあ、そうした中で、先ほどから言っているように、ここ30年間、日本は経済的にも苦しい状況が続いていて、その責任が自民党政権にあるっていうことは、誰が見ても明らかだと思うんですが、まあ、なんでそ,そうした中でその野党がその選択肢になり,なり得ていないのかっていうことを考えると、まあ、その実際、自民党政権がそうしたことを行ってきた責任の付けっていうのは、自民党は1回取っていて、というのも2009年に民主党がその政権を奪還しているんですよね。2009年の時点でその小泉政権ととかそうしたところ その苦しい状況にあのなりつつあったっていうこともやはり民主党政権の誕生っていうのにはあの寄与しているっていう風に思うんですがまあその民主党政権もいろいろ民主党政権が2012年に終わってしまった要因っていうのはまあ経済政策だけではないと思うのでそれだけに単純,する単純化するっていうのはまあ少しその単純化しすぎかなっていう風には思うんですけどとはいえそれもあの大きな要因であったっていう風に思うのでまあ言わせてもらうとまずまあ民主党政権っていうのはそのマニフェストとかでやるっていうことを言っていなかった消費税増税っていうのをやってしまいましたしさらに TPP とかその 国民生活を置き,去り置き去りにしたその売国的な条約に加盟するっていうようなこともやってしまったっていうことがあって、まあ、その民主党政権っていうのはかなりその今までの,その自民党政権から変えるっていうようなことを期待した人が多くその投票したっていうふうに思うんですけど、まあそ,のそうした期待をあのことごとく裏切って、まあそのも、もちろんいいこともかなりあったと思いますし、自民党政権にはよりははるかにましだったとは思うんですけど、とはいえ、まあ期待に応えることができなかったっていうこともあると思いますので、まあ、その一つ、その大きな要因として、その経済政策っていうのもあると思いますので、そうしたことによって、そのまあ また立憲とかが政権に取ってもあんまり6人かわんないんじゃないのかという,かいうようなそうした失望感がまあ今、自民党政権が長く続いてしまっているということにもつながっていると思いますのでまあそうしたことに関してはその令和新選組とかはかなりその立憲民主党に対する批判というのをここ最近強めていてあの批判の中身の,の全てに同意するものではありませんしまあ令和の経済政策に対しても関してもかなりそのまあ国債をバンバン発行すればいいとかそうしたまあことに関してはかなり危険だと思うのでそういう点からも令和の,あの政策っていうことに関しては 同意できない点もあるとはいえ、やはり立憲民主党っていうのは、ここ最近で言ってもその消費税減税から。 その口にしないようになるとか、まあ、今、その日本、日本の景気を肯定させるためには、やはり消費税減税っていうものは必要、絶対的に必要なことだと思うので、そうしたことをあの抜かすっていうのは、そうあの自民党とそうしたその消費税減税に慎重であるっていうところで、同じっていう風になると、やはりその岸田政権がかなりひどい政策をやっているとはいえ、立憲もどうなのっていうような、そうしたあの空気になってしまうっていうようなことも、あの、あると思いますので、野党もきちんとしたそうした経済政策っていうのをやらないと、賛成党とか NHK 党とか、まあ、そうしたところが政権を取るっていうことは非常に非,非現実的であるとは思うんです まあ例えば維新とかも維新とかは、まあ、そのミレイとかトランプに比べればそのまあ今までの,その政治っていうことに関して言うと2012年ぐらいから確か維新っていうのは国政政党としてありますからその完全にその外野からそのその今までの政治を全部ぶっ壊すとかそうしたメッセージを発しているっていうわけではないとはいえ。 かなりその身を切る改革とかそういうなんかパフォーマンスによってその今までのその閉塞した政治を変えるっていうようなそういうメッセージを発するっていうことに関してはちょっとまあ長けている面もあるっていうことは本意ながらも認めざるを得ない面はあるとは思いますので野党第一党たる立憲民主党がそのき,きちんと経済政策を行わないとそうした危険なそのポピュリズム政党が大頭してしまうっていうことはまあこのアルゼンチンの選挙結果を見ても改めて思いましたきちんとした経済政策を施さないような腐敗しぎった政治っていうのはそういう危険なポピュリズムを招きかれない いうのはまあまあその世,界世界のどの国の政治に関しても言えるとうう思っていて、まあ、だからこそきちんと,そのけきちんとしたその経済政策を訴えつつ人権もそのきちんと守るというようなそうしたその左派的な政治家というのが政権を担うというのがやはり社会がその正しい方向に向かうということを確かにするためには必要だと思いますので、まあ、それは具体的に言うとそのアメリカで言うと、まあ、サンダースとか、まあ、サンダースに関してもちょっとここ最近だとそのパリイスラエル情勢に関して停戦を言わないとか、まあ、そうした不満もあるとはいえ、まあ、やはり2016年の選挙と2020年の大統領選挙ではまあ アメリカの,その今までの,その腐敗しきったその民主党と共和党の成り合い政治っていうものに関して一石を投じて政治を転換させよう方向性の選挙戦を戦ったっていうことに関しては絶対にその無駄ではなかったっていうふうに思いますしやはりバイデン政権がバイデンが勝ちたっていうのもやはりサンダースとかそうしたその民主党内の左派が政策をその国民のためになるようなものに動かしたっていうことはあると思いますのでまあアメリカではそ,のそうしたサンダースとかそうしたその国民を置き去りにしないような政治を志している政治家っていうのはいますしあの日本でもそのまあ共産党 とかあと、まあ、最近は、あの、かなりちっちゃくなってしまいましたけど、社民党とか、そうしたところが、やはりその人権。 をきちんと守りつつ、責任ある政治を行いつつ、やはりそうした腐敗とは無縁の,その国民のためになるような政治を行うということに関しては、やはりそうした勢力が伸びるということが必要になってくると思いますので、まあ、やはりこうしたその危険なポピュリズムがどの国でも台頭しないということに関して言うと、その人権問題に関してもきちんとした主張を行い、かつその一般市民の,その懐というか、その経済的な状況ということに関しても、そのきちんと支えることができるような政策を施すような政治家っていうのが強くなるということが、まあ、こうした危険,危険なポピュリズムを防ぐためには必要不可 ななんだろうなっていういに、まあ、このアルゼンチンの選挙結果を見て改めて思いました。この動画は以上となります。高評価、チャンネル登録もしていただけると大変ありがたいです。ご視聴ありがとうございました。